はい、やり直します。すいません、入ってなかったですね。これ高知新聞の夕刊ですけども、まあ選挙の結果は、自民の大勝ということで自公政権が、与党で313ですか、で自民党が284、公明が29ということで、3分の2以上取った、まあ、会見ができ、会見の発議、会見の発議ができますよということなんですが、私が着目しているのはこれですね。高知新聞の今日の夕刊なんですけど、比例票で、立憲民主党と希望を足したら第一党で、自民党を上回ると。ここがポイントですね。はい、比例代表得票の主な政党の割合で、自民党が 33%、 立憲民主党が 19%、 希望の党が 17% ということで、希望の党が票を取ると自民党が減るのでね、で立憲民主党はそんなに希望の党には取られないと、まあ、分裂の過程を見たら分かるんですけど、共産党もそうなんです。希望の党が得票を取るっていうことは自民党から取るんで、共産党の票が取られるわけじゃないんですよね。だからそういう意味では前原小池で裏切られたように思うかもしれないけれども、実際は違うんですよね。ちょっと待って、前原は こうですね。はい、前原小池は裏切り者かということで、これツイキャス、フェイスブックとツイキャスにこの木のアニメ入れたんですけど、著作権がどうのこうのっていう意見があったみたいですけど、まあ妨害、めんどくさい投稿は記録にとってから全部消しますけどね。ゴミの投稿をいつも眺めてる暇ないんで、まあ著作権で被害があったらそれは言ってくるでしょうけど、こんなもので被害が発生するわけもなし、大体無料のサイトで、イラストの無料のサイトで、撮ったと記憶してますけど、まあ無料と有料がこう混ざってたらそれは紛らわしいだけのことでね、それは混載する、混ぜて掲載する方がややこしいんじゃないかと思いますけど、そんなことより何より、実際にこんなもの被害はないんですけども、そんなことより何より、これがオリーブの木なのかどうか、それが問題ですよね。まあ、葉っぱはオリーブの葉っぱに似てるのを選んだつもりだけど、ちょっとみかんか梨がくっついてるみたいな感じですもんね。これがもう、これを問題とするかどうですか、どうですかね。はい、こんばんは。藤島です。いやー、まあ、昨日夜ね、よいしょ。一生懸命、せこ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 、自分でね、DTP ソフトっていうんですけど、
なんだっけな、よいしょ、 G クルーっていうソフトで以前あの買ったやつがあるんですよね。もうあの廃盤になってますけど、使いやすくて私にとってはね。それで夜あのこのイラストを入れてこう木のように作るのは割とあのできるんだけど、この Facebook それから Twitter ツイキャスとこう入れていくんですけど、あのツイキャスはね、なんだっけ、 Facebook そしてツイキャスとこう入れて、ツイッターは高知白バイ事件にしましたけど、まあできるだけ分かりやすく大きく書こうと思ったら暑苦しくなったけどね。まあどうするかだね。手作り感満載でいいんじゃないのっていう話と、もうちょっとすっきりさせないよっていう。でもすっきりしないからね、これね。文字を読めるようにある程度の大きさを取るとこのぐらいの文字数はどうしてもいるし、もうしばらくこれでいくか。これどうかな、皆さんどうですかね。あの著作権それで被害が出るわけもないんで、それは無料のサイトから取ったつもりなんでそれはそれでいいんだけど、問題はこれがオリーブの木なのかどうかまあ言ってる意味はわかると思うんだけど、どうなのかな。ちょっと私としてはなんかな、いいじゃないの分かればっていうのと、いやもうちょっとこうオリーブに似せましょうよと、そこんとこが問題だけどね。まあちょっと考えたいと思います。さあ本題ですけど、これね、これです、これ、自民党の得票数をですね、立憲民主党と希望の党を足し合わせると比例で得票上回ってる、いうことですよね。でまたあの小選挙区の総得票数なんかも出てくると思うんですけど、自公政権はあの完璧に、住み分けしてますので、自民か公明だから、保守分裂のところがあるんだけども、まあおそらく自民公明で、自民系無所属を合わせてそれ以外の小選挙区の得票も野党側が多いと思いますけどもね。だからあのまあ今日はねズバッと端的に言うと、他に やらなきゃいけないこともあるんでちょっと短く今日は放送するんで、まああの共産党を中心に、今日は、いろいろ批判、まあ希望の党は自民の補完勢力だって言ってますけど、あの違いますからね。そう言いたい気持ちは分かるけど、あの分析っていうのはね、きちんとあの真っ当にしなきゃダメですよ。感情に押し流されてわってやったらそれは分析じゃなくてただの負け惜しみになっちゃうからね。自民党に負けたから悔しいから、自分たちのせいじゃないから、あの希望の党の小池百合子と前原のせいにしちゃえというね。だからそういう理屈しか言えないものは、ああじゃあ、あのまあある意味もう少し成長してからですねという話になるわけですよ、ね、我々はあの今政権を取りにかかってるんですから、あの共産党は今まで政権批判のスタンスで来たんだけど、こうやってあの小選挙区で候補者を下ろして実際の選挙区調整に入ったんだから、だから次はもっと進化する。でそうするとですね、あの政権を取りに行くわけですから、実際に政権を取るっていうのは格段にレベルが高くなる、政治的な意味でよ。ある意味頭はバカにならなきゃいけない、よく政治は政策合わせでもそんなことはできない、だからそんなことできないっていうのは政治じゃないから、それは学者ね、勉強のラインで言ってもらえばいいんで、政治は現実の社会をどううまく運営していくかね、
車を運転していくときにね、道路の上を走るわけでしょ。そしたら自分が、いや俺はこの道は間違ってるからこっちだって言ったら、遠回りになって、そんな車は自分一人で行ってくださいと。でそれが乗り合いバスだったりタクシーだったりしたら誰も利用しないわけですよね。で同乗者がいたら、いや私別の道で行くわと、あなたそっちの道で行ってくださいってなるわけだから、政権批判、今まで政権批判政党として成り立ってきた共産党が、どう脱皮していくか、実際に選挙区調整をする大きな大きな第一歩を踏み込んだんですから、実際にもう政権を取りに行ってるんだから、もう政権批判は自民党の時もやったし、民主党政権の時も共産党は批判したわけですよ。私たちも一緒に批判したんだけどね、一緒にやってるから一緒に気持ちはよくわかるんですよ。一番よくわかる、一緒にやってきたんだから。政権批判においては共産党は非常に心強い仲間であるし、いい仲間なんですよね。真面目な人が多いし賢いし、それはいい。ただ今政権を取りに行ってるんで、政権を取りに行く段になると、それやっちゃダメでしょうとね。私は高校時代にラグビーやったんだけど、田舎の高校で全国大会花園を目指す、しかし過疎地にある山の学校なんで、ラグビー部員が少ないね、こんなやつ選手にならないだろうというやつも入れなきゃいけないね、共産党が気に入らないやつでも政権を取るためには入れなきゃいけない。でじゃあ共産党は、いや俺たちは政権を取りたくないんだとね、ただ安倍晋三を引きずり下ろしたらいいんだ、でってこう来るでしょ。それから通したんですかって言ったら、いやそれだけだ、とにかく安倍晋三を引きずり下ろす、安倍政権打倒なんだね。まあ前原さんもとにかく何が何でも安倍政権を終わらせるんだ、そのためにはね、何でもやるんだっていう決断でもって民進党を実質的に解党して小池百合子と手を組んだわけですよね。でその時は今立憲民主党にいる人たちも全員賛成して、じゃあ前原に一任するっていうことでやった。で小池百合子はそもそもこの民進党前原がですね、こんな大きな決断をするとは思ってないわけです。誰も思ってないわけです。それは小沢さんと前原さんと連合の会長が相談したのかもしれないし、相談しないかもしれない、それはもうどうでもいい、おそらくそうなんだろうと我々は想像するけれども、小池百合子の方はそんな民進党がですね、回答して自分たちと一緒に手を組むっていう大きな決断をするとは思ってないわけですよ。まあ、希望の党という商標登録をしていたとしてもね、そもそも安倍晋三がこんな早期に解散を打ってくるとは思ってないわけだから、だから、細野豪志、長島若狭、松原仁、こういうメンバーで、希望の党として、まあ、50人ぐらいを擁立しようということでやっさもっさやってたわけですよね。それは皆さんも記憶にあるでしょ。だから50人を擁立しようという動きをしてたっていうことは、最初は小池百合子っていうのは政権を取りに行ってないわけですよ。最初からはね、安倍晋三が急な解散を打ってきた、そのパンチに対してカウンターパンチを食らわしたね、矢吹城のなんとかクロスパンチみたいにね、カウンターパンチ打ってきたのをで、カウンターパンチを食らわしたと、こう打ってきたやつに対してカウンターパンチを食らわした、これが今回の選挙ですから、まず安倍晋三の急な盛りかけ問題、隠し解散があって、で、公明党の議員の宿舎に、男性の議員の宿舎に、名前も忘れちゃったけど、女性を連れ込んでいたという問題があって、まあそれが水面下にあったんでしょう。で、そういう
いい加減安倍かけじゃない森かけ問題で政権の評判が悪いところに清廉潔白でなあの売る公明党がそんなね女性スキャンダル、そしたらあの安倍晋三が、民進党の山尾さんの問題でそれが響いて民進党がもうボロボロになってる、だからもうこの際、解散に打って出ていけと、まあ、いろんな事情が重なって今回の解散になったんだけども、その時に小池百合子は希望の党という商標登録もしてね、若狭、細野、長島、松原仁、まあ、この辺りで、50人ぐらいの、候補者を探していた、ね、でそこに、思いもかけず前原案が飛び込んできた。これはすごいことになったぞと。で前原は全部基本的には289小選挙区の候補者を擁立できるだけの力を持ってるわけですからね。で、前原行った。でも小池百合子にしてみたら、いやそれはあのこっちも50人ぐらいは用意しようと思ってるんだから全部はそもそも受け入れることはできませんよと。いくらかは引き受けられない、まあ排除するというよりも椅子取りゲームの椅子がありませんよと。当然椅子のない方々は出てきますよねと、いう理屈になるわけですよね。まあ、水色さんも言ってますけど、立憲民主は東海比例で名簿不足で自民がおこぼれをもらったということでね、だから僕なんかもこんなことになるから、なんで立憲民主党はまだ全国の比例も含めて20や3人は通過公認、第二次公認があるだろうと思って公認申請を最初から出してるんだけど全然動かない。これはもう連合の会長が止めたんですよね。もう喧嘩するなと、そしたら両方応援してやるからということで止めたんですよね。まあそれはそれで仕方がないとして、で小池百合子は急にこの希望の党、森かけ安倍身勝手国難解散でしょ、安倍晋三が身勝手国難解散に打って出て、まあとにかく立ち上げなきゃいけないということで希望の党を立ち上げる準備をしていた。そうするともう希望の党が人気があるからみんなこぞってくる、民進党も来る、そうすると自民党の名簿の順位でもう今回はダメだろうと思う人たちが来る。でそこで小池百合子はもともと高派だからね、公明党この選挙後にね、そもそもその小池百合子で 50ぐらいを立候補者を立てて希望の党で取ったら、まあ反安倍、自民党の中の反安倍グループと一緒に公明党を抱き込んで、で民進党の一部も抱き込んで、連立政権を作ると、まあ、以前の小池百合子が細川護熙さんと小沢一郎さんと一緒に作った日本新党ですよね。ごめんなさい、この間新進党って言っちゃったけど日本新党があって新進党ができたわけですよね。まあ、小池百合子は日本新党の一期生ですから、前原誠司も小池百合子もその一期生ですよね。枝野幸男さんもそうじゃないのかな、ちょっと記憶にない。まあ、前原さんと小池さんは前原小池はその日本新党の時の同期一期生ですよね。で、当然そういう話になって、じゃあもう一緒になるかという話がトントン拍子に進んでいったんでしょうけど、まあ、そこに、連合の会長
神津会長が入る、ね、まあ小沢前原会談があってというのは小沢一郎さんが民進党にじゃあ入ろうかと、もう民進党を立て直すのにどうすればいいんだと、ベテラン小沢の意見を聞こうという前原さんのアイデアがあって、で以前のもう前原さん自身はですよね、小沢一郎のあの小鳩グループを排除した民進党のごたごた、国民に愛想を尽かされたあの民進党内における、小沢鳩山グループ排除運動、あの時に好き嫌いで物を言ってしまったということを反省していると、政治家として未熟だったということを認めているわけですよね。で、成長した前原が小沢一郎さんをアドバイザーとして呼びたい、民進党と自由党が一緒になるんじゃないかっていう、まず動きがあって、その後にこの安倍の解散の動きが出てきた。で密かに小池百合子は希望の党の立ち上げの準備を水面下でしていた、ね、でそこで安倍が解散に踏み切った、こういう野党の動きを嗅ぎつけて、で、まあ、公明党のその議員宿舎への連れ込み問題、あれは 2,3 ヶ月前の話だったんじゃないかと思いますが、その時系列をちょっと、まあ、もう今更もう調べてもしょうがない話なんですけど、まあ、公明党もこのままでは自公政権が持たないという判断で安倍の解散に賛成したと、まあ、いうことで、急に戦だということになったんですけれども、そうするとやはり小沢さんの小沢一郎のこれまでの経験上も民進党というか希望と民進党が一緒になればいいじゃないかと、何を、まあ、前原にしても小池にしても、もうとにかく安倍を引きずり下ろしておいて、でそれが叶わなくても今度首班指名の時、そして自民党の総裁選挙来年のね、このすぐに始まる首班指名からもうまた 第2幕がスタートですから、それから1年先の自民党総裁選に向けていろいろあるわけです。で、公明党がポイントになるということで、あの小池百合子の、総理大臣は誰がいいんですかって時に山口那津男さんがいいんじゃないですかってい こう軽口が出ちゃったわけね。ここがまあ溺れる兵士は久しからずの、あの軽口が出た時にあれってみんな思いませんでしたか。ああ小池百合子調子に乗ってるなと思いましたよね。まあ、ただその山口那津男っていう名前が出て、やっぱりそのある意味正直だよね、正直だし、まあ、実際に手を突っ込む時にいきなり突っ込んでも、びっくりさせるだけだから、ある程度向こうにこう考える時間を与えとくべきだなという判断から、ああいう、まあ、軽口になったんでしょうね。私はね、その公明党を抱き込む作戦というのは、僕自身が次はどうしても自民党の反安倍派と公明党を抱き込んで、そして、政界再編を起こさなきゃいけないというのは、まあ、誰でも考えることなんで、だから上野で行った時に放送をねしたんだけど、読売新聞が社説で、安倍交代論が自民党の中で6割を占めてるとか、なんとかそういうのをこう、自民党の中じゃないか、世論で安倍交代論が6割を占めてる、6割以上だということを読売新聞が社説で書きましたよね。これ異例中の異例ですよね。まあ、ある意味自民党を丸が替えにしている読売新聞が、ね、安倍晋三は国会で自民党総裁でありながら自民党の広報に書いてやると言わずに、読売新聞に自分の考えは書いてやるから読んでくれと自民党の広報誌が読売新聞だと、自分たちは世界ナンバーワンの
まあ、紙数で言えばね、部数で言えば世界ナンバーワン、今人気はあの読売新聞より朝日新聞が勝ってますけど、売上の部数で言うと世界ナンバーワンですよ、読売新聞は。日本 の、 あの我々が相手にしているのは世界ナンバーワンの新聞社、読売新聞、テレビ局も持ってるわけですから。で、例えば東電ならば世界ナンバーワンのエネルギー企業ですからね。そういう巨大企業と我々は戦って、その巨大企業に丸がかりになっている自民党と戦ってるんだから、あのね、もうその現実を分からなきゃいけない。あの共産党の人、この政権を取るっていうことの内容を、あの今からみんなあの頭のいい人揃ってるんだから、よく理解しなきゃいけない。私はあのもともと今回あの小選挙区で負けて、比例で復活した農林水産大臣をこの前やった山本雄二、高知の衆議院議員の私の秘書でね、2年間一生懸命秘書やって、毎日山本雄二の家まで車で迎えに行って、日曜日も用事がもうずっとあったね。休みはほぼなかったんじゃないかな。最初の頃は日曜日が休みだったけども、まあ選挙手前の半年ぐらいはもう全然休みなんかないですよね。もうそれは当たり前で、毎日山本雄二を迎えに行って乗せて、私が25、6、7、2年間、山本雄二が党上ですから35、6、7、若いよね、その時初当選。中谷元さんなんか32歳で1回目当選したからね、同じ期でね、まあ不破さんと C さんが決断すれば何でもできると思いますよあそこは、ということでね、まあまあその通りなんで、まあ、今のところあの小池晃書記局長が希望の党、日本維新の会は自民党の補完勢力だと、希望と維新は自公政権の、ね、補完勢力だと、まあ、要するに自民党、公明党、希望の党、日本維新の会が与党で、立憲民主党や共産党などが野党だというふうに、まあ、解説をしていますけど、それじゃ政権は取れませんからね。共産党は何をしたいのか。で、まあ、あの私のこの放送っていうのはもう8年ずっとやってますし、その放送をしながら未来の党の時は埼玉5区で共産党の候補に勝ってるしね、そういう意味では公安も見てるけど、共産党関係者も僕のこの放送は見てるんですよね。僕に好意的な人が半分、半分、残りの半分は藤島ぶっ潰してやろうとか、このバカ野郎みたいな人が見てるんですよね。はい、いつもお世話になります、ありがとうございます。まあ、あの視聴者数もそんなに多くないんですけど、こうベタベタに少なくなることはないんですよね。監視されてますのでね、ありがとうございます。おかげさまでいつもあの、まあでもそうやってあの何て言うのかな、自分に批判的な人たちがちゃんとこう監視してるでさえどうぞみたいなね、はい、武将髭生やして酒飲んでね、いやーみたいなね、関係ない、勝手にしやがれみたいな感じで、まあ、まあそんなことはどうでもいいんだけど、まああのおけいちゃんが言うようにね、不破さんと C さんが判断すればどうとでもなる共産党は、まあそうだけども、やはりそのいろんなあの理解を求めていって、周りが盛り上がって、ちゃんとやっぱり不破さんも C さんもどうしますかとね、共産党として、政権を
もぎ取って閣外協力であれその一端に席を釣られるのか、それとも自民党、昔の自民党を下野させた民進党であるとか、さっき言った日本新党であるとか、その時も共産党は政権のいつでも政権の外で政権批判を続けてきたわけですよね。戦後70年経って、私は共産党の政権批判をするだけというのは、私はもう共産党の役目はそこの部分は終わったんじゃないかな、終わったんじゃないのかなと思いますからね。でこの前から何度も言いますけど、まだこれから繰り返し言うと思いますけども、共産党は国政においては共産党という名前では票は入らない。もう今回見ればわかるでしょ。自民、自公政権で希望、立憲民主党と、この三つどもえの選挙区では、まあ、自民が勝って野党が割れたような形で、まあ、三つどもえ、自民が頭一つリード、まあ、風が立憲民主党が上り調子なのに対して、希望がどこまでこの下り調子を、まあ、下降を止めるかという戦いになって、全体としてはそういう構図だったけど、まあ例えば自公政権希望共産党とこういう選挙区になったら、共産党候補者はまあ特定の人を除いて票は取れないですよね。よっぽどいい、よっぽどいい候補者ならばそこそこ当たるけど、まあまあもう見たら分かります。ずっと皆さんね、選挙区の得票数を見ていけばいい。共産党の周りに立憲民主党あるいは社民がいない場所で共産党だけ、あとは自民党か維新か希望の党が公明党かがいるわけだけど、共産党のねエース的な人たちでも、ほぼ取れていない、まあ、例えば大阪の若い女性で、名前共産党の女性候補の名前なんか出てこないからな。まあ見ていけば分かりますけど、共産党だけ、立憲民主党がいない共産党だけのところではやっぱり票取れないですよね。みんな国政選挙で共産党っていう名前に入れないから、だから共産党はですね、議席を減らすんです。もうこれは結果見えてるから言って、俺は共産党仲間だと思ってるからね、まあ、共産党は俺のこと嫌いだろうけど、今までボロクソに言ってきたから、僕は近い人間ほどある意味厳しい意見を言うからね。それはよその遠い人間なんかわざわざ遠くに石投げたってしょうがないから、あこんばんは、おはようございます、はいはい、さよならぐらいでいいわけですよ、ね、仲間でどう戦っていくかっていうことになったら、それはけんけんがくがくやんなきゃいけないわけですよ。それはつかみ合いの喧嘩になるわけね。ラグビーでもそうですよ。俺はもういやもう適当にやって、どうせ負けるんだからみたいな時はタラーンとして、ね、酒飲んで終わり、へへへへって終わりだけど、あらああやったら勝つんだ、こうやって、あの時こうなんだっていう話になったら、もう殴り合いの喧嘩になるからね。まあだからただね、共産党じゃあどう、共産党をどう生かしていく道があるのかっていうことで、もう僕は答えを出してるわけよ。誰が一生懸命考えてるかって、共産党の人も一生懸命考えてるだろうけど、不肖藤島、共産党関係者以外なら僕が一番共産党を生かす、共産党に利益になる道は何なんだって、私は一生懸命考えてますからね。だってそういう答えを出してそっちの方に一緒に歩んでいかないと、共産党のその選挙の上手さ、真面目さ、賢さ、
こういうものを我々の力にできないんだから、だから我々も一生懸命共産党を生かす道を考える、それが仲間であり、ある意味選挙でバーターだから。僕はあの高知の衆議院議員の公設第一秘書だったって言いましたけど、その時は高知は1区2区3区だったのね。で真ん中に、昨年亡くなった後藤正則さんっていう、旧社会党の衆議院議員がいて、私はその公設第一秘書だったわけで、1区が中谷さんで、あ、1区がその後藤さんで、2区が中谷さんで、3区が山本裕二さんということでバーターしたからね。自民社民先駆けの選挙協力で行ったからね。要するに高知1区は自民党の勢力が旧社会党の後藤正則さんを応援する、その代わり2区と3区では労働組合が自民党の山本裕二さんと永谷源さんを応援するっていうバーターをあの僕が作ったからね。それはあの元山本裕二の秘書だったから、後藤正則さんのまあだから旧社会党が旗を畳んで社民党に一緒になって、それから旧民主党になって、前の自由党の小沢さんと一緒になって、新しい民主党ができたんだけど、その以前の小沢さんの自由党とその前の民主党が合併する頃の話だから、あれは選挙直前に新しい民主党になったんだったかな。あのちょうど中選挙区が終わって小選挙区の選挙になった1996年の選挙ですよ。非常に厳しい選挙だった。まあその時に私はもともと山本裕二のこの前の農林水産大臣の秘書だったから、若い時にね。で、あゆさんこんにちは、よろしくお願いします。高知の藤島です。55歳のおっさんです。よろしくお願いします。今政治のお話をしてますのでね、よろしくお願いします。で、まあ、山本裕二の後援会長は高知の流通企業なんですよね。食品卸の大きな企業で、四国でもなかなか売り上げを上げるぐらいのところで、まあ、そこに、社長室に会いに行って、あの元山本裕二の秘書ですって言って、行って社長に会って、で、あの実は今自民社民先駆けの選挙協力で、私は先駆け高知の総務局長をやってたんだけれども、民主党の後藤正則さん、ね、旧社会党系だけども、その公設第一秘書をやってるんですと。で、パッと見たらもうこれは一区で後藤正則を応援してもらって、中谷さんと山本さんは2区と3区で我々が応援してもらった見返りに、労働組合に中谷さんと山本さんを応援するから、自民党と旧社会党でバーターしようと。でズバッとこう切り込んだんですよ。そしたら、えっていう話になって、これはちょっとまあ話は分かった。でその話は旧社会党の方に通ってるんだ、労働組合に通ってるんだねっていうことで、まあ、それはもう私もこれ今この通り公設第一秘書で事務所を預かる身ですから、この高知事務所の筆頭秘書ですから、そこはもうきちんと高知の労働関係のトップときちんとお話をさせてもらってますということで、分かった、じゃ あのこっちも準備しようということでこう分かれて、そしたら次の日にね、山本裕二の岳父、奥さんが大きな料亭の社長なんですよね。そのお父さんがすっ飛んできた、土佐鶴っていう日本酒のね瓶を持って、で、藤島君ここにおったかってね、あ、どうも会長ご無沙汰してますって、いつもお世話になってますって言ったら、いやいやいや、そうかそうか、おまんがここにおったか、よし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 と、よーよーよーおってくれたのお前はのーとか言ってる。まあ山本裕二その時選挙苦しかったからね、これ
土産に持ってきたね、意味がわかるの?」って言ってね、こう地元の土佐鶴のね、4号瓶を持ってきたんですけどね、机の上にポンと。よし藤島君頑張ってやろう頑張ってやろう、ガーみんな頼むぜ頼むぜって言って、あの事務所をね、みんな藤島君よろしく頼むぜとか言って、ね、帰っていったけど、あもう選挙事務所になってるわけだね。で旧社会党の労働組合の人たちとポカーンとして、藤島君あれあれ誰って、あああれはあの山本裕二のお父さん、岳父、奥さんの親父さん、あのあそこの会長さんって言って、もうあの有名な料理屋なんですよ、東京にもあの支店も本店もあるね。でそうで、うん、僕はあの昨日あの何々食品の社長のとこ行ってきたんですよ、僕ほら前山本裕二の秘書やったきピュッて行ってきたって、お前はよいよってあの労働組合の人さん、いやこの間話したでしょ思って、バーターするって言って、で例えば僕が山本裕二と中谷源とこう話して、中谷源はラグビー仲間やし、山本裕二は元秘書やし、両方とも話できるから両方とも行ってくるわ、やってやるって言ったら、労働組合の幹部は、そりゃお前できややった方がええやかって、できるんかやって言うから、いやできる気よらよって、それで構いませんかって言って、僕は一番年下なんで、そりゃできるに越したことないわって言う気、あ分かった分かったって言って、もうあのその夜から動き始めて、もう2日でその両方 の, あの山本裕二の講演会の方と中谷源さん の, あの事務所挨拶行って、いやこんちゃこんちゃとかね、僕ね先駆けになったけど、今後藤さんの公設秘書やりによって言って、イエーとか言って、もうあの選挙で手握ろって言って、おうおうって言って、でもうこうこうで、一句は山本さんと中谷さんがうちの後藤を応援してくださいやと、二句と三句は旧労働組合が中谷さんと山本さん応援しますわねって、バーターやりましょうって言ったら、本当かやるかって、やるやる、もう労働組合の方はそれはできたらやりたいって言いよりますよって、もう絶対もう行くからやりましょうって言って、でその話になった。でこのさっきの山本裕二の楽譜がね、持ってきたこの瓶4号瓶、それはあの日本麹でも有名な酒のメーカーのまあ日本酒なわけですよ。ということはその後ろを見ていくと、高知はほら岩崎弥太郎だから、坂本龍馬、中岡慎太郎、岩崎弥太郎だから、高知は三菱グループがついてるんですよ。まあ三菱グループって言ったら何て言うかっていうと、キリンビールね、それから三菱自動車、三菱重工業、そういう造船であるとか、そういう重工長大の、明治維新の後日本をまあ富国強兵で、どんどん豊かにしていった根幹の企業グループが出てくるわけですよね。で僕はほら山本裕二の秘書の時に自民党の各協力団体回っていたから、その地図が頭に入ってるわけですよ。こういう人たちはあそこに行ったらこの人たちがいてね、まあ、ほんでだから先駆けもやったし、民主党の公設秘書もやったから、労働組合のマップも頭に入ってるし、入ってないのは共産党と公明党やけど、まあ公明党は創価学会の、その高知の本部に行けばいいわけですよね。で、共産党は赤旗を吸ってるところに、印刷工場があるところに、本部があって詰めてますから、まあそこに行きゃいいんで、まあ大体もう政治の歩く道は分かってるわけです。でそこにピュー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 とこう行ってね、調整するわけで、あの選挙協力が一番あの大事だし必要で、できる水と油だろうが選挙で勝つためには何でもやるんやから、だから今回の希望の党に行った、民進党の人たちの気持ちも考え方も私は分かる、ね、でただ共産党や立憲民主党の人たちが、
それを否定する気持ちもわかる。僕は護憲だし、自称脱原発活動では市民活動家としては結構激しくやる方だと思いますからね、まあ脱原発ポスターを日本に初めて貼ってね、選挙に統一地方選挙から国政選挙まで数々出てきましたからね、まあまあそれはそれで、両方の考え方がわかるから、本当に自民党を倒すなら、ましてまず安倍晋三を倒してね、まあ倒す方法も知ってるし、どういう手順でやらなきゃいけないっていうのも分かるから、小池百合子の考えてることも前原誠二の考えてることも分かるわけですよ。実際に本当にね、批判じゃなくて安倍晋三やめろとか言うだけじゃなくて、どうやって壊すのか、どっから壊していくのかね、大きなダム、蟻の一穴とか言うでしょ。で、どこに水圧がかかっていて、どこにひび割れを起こしたらズボンっていくのかって分かるわけですよ。だからそう、上野で言った時に、ああ読売新聞が腐ってもたい、さすがは読売新聞、あの世論を引っ張ってきて安倍交代すべしってやった、あれで、石破か岸田に代わられたらまた自民を倒すのはこれで難しくなるな、と。安倍晋三やからこそのいらんこと言うしね、ちょっといびいびってやったら、あのこんな人たちに負けたら嫌いですとかって言うでしょ。でお友達でこう、あのだいたいあの自分の仲間うちにね、べちゃこりべちゃこりして、あのまあそもそもあの器がちんまいわね。もう小泉純一郎と安倍晋三を比べたら分かるように、小泉純一郎は敵であろうが何であろうがドグッとこう飲み込んでザッとこう裁くような度胸があるけど、もう安倍晋三はちまちましてね、まあ人間的にあんまり好きじゃないわね。まあだからあの共産党がね、本当に政権を取るつもりなのかと。でそれはもうあのおけいちゃんの言う通り、不破哲三さんと志位和夫さんが決断すればいいんだけども、やっぱりその周りからこうムードがねないと、トップ2もあの決断するまでに至らないから、やっぱり私はこれからしばらくは、共産党本当に政権を取るつもりじゃないのかと、我々と一緒にやらないのかとね、自民党が政権を取って批判政党として共産党は生き延びてきた、ね、で民主党が政権を取ってやはり政権批判でやってきた、ね、また自民党に戻って政権批判政党として、ただそれだけで共産党は成り立っていくのか、ね、それならば国民から見放されるよと、やめなさいと、もうアイデアは提示してるんだから、国政では共産党は候補者を出向させなさいと、党籍から外して、市民連合にですね、出向させるわけですよね、よいしょ、こういうふうにね、共産党の枝のところにこう市民連合っていうのがあるでしょ。でこの共産党は地方の政治は共産党の公認でいいんだけど、国政選挙になったら市民連合の方に候補者を預けなさいよと、同じなんだからと、同じ枝にくっついてんだから、それでもって、立憲民主党を介して、自由党希望の党とねこう連携して、市民グループと一緒にオリーブの木を作っていきましょうと、まあこういうことですよね。で希望の党の、細野豪志さんとか、タルトコさんとか、まああっちに行った人はね、共産党とは一緒にやれないって言ってるから、ああ共産党じゃないですよ、市民連合の候補ですよと、その市民連合の候補で受かった人たちは、
立憲民主党に入る人もいるし、社民党に入る人もいるから、まあ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 みんなでそのまんま非自公政権の会派を作って国会でそれぞれ協力すればいいんじゃないですかってざっくりまとめればいいんですよ、はい、別に一つの党にならなくてもいいから。私はもう少数政党の多数連立主義だから、小政党多数連立主義、それは私の持論ですから、その小さな政党が多数くっついて連立政権を作る、その中に市民を足場にした、市民がインターネットで事前投票して、そしてクラウドファンディング、インターネットを介する募金基金でもって供託金、選挙の資金なんかを集める、そしてボランティアがポスターを貼りシールを貼り、みんなで手伝って選挙を、手作りの選挙をやっていく、まあ、そういう政党が必ずいる。だから今回もね、連合を頼って希望の党も立憲民主党もやんなきゃいけない。だから選挙の手前、あと要所要所で連合詣でをして今日も希望の党も前原誠二さんもね、小池百合子さんパリにいるから、前原誠二さんも枝野幸男さんも連合の会長に挨拶に行ってるでしょう、ね、だからただ連合っていうのは組合が集まっ、もちろん集まったもので組合の事情で動くからね、だから連合の金庫番は電力総連ですから、だから 連合は少しでも遅く脱原発を実現しようみたいな方向性にどうしてもこう電力総連に気遣って働くわけね。JR 総連なんかは脱原発を早々と打ち出してますけどもね、その炭素によって、産業別に原発に対する温度差も全く違うわけですよね。で、まあ、我々はあまりよく知らないけど、総氷系と何とか、だからほらもう 僕たちの若い世代がそういう昔、総氷系と何とかが分かれていたのをこうくっついていこうとか知らないからね。まあでも希望の党はいわゆるそのスーパーマーケットだとか食品流通、昔のその UI 前線とか、まあ社民党、民社党ですよね、昔の。そういう人たちが多い、応援している、そういう人たちが応援している。で自治労であるとか、昔ながらのその重工長大の大きな鉄鋼産業なんかの労働組合は立憲民主党を応援している、うん、まあだから旧国鉄、 JR 総連、JR 労組なんかは立憲民主党、自治労なんかも立憲民主党を、応援してるんでしょうね。で、今ローマ字の UI ですよね、 UI 前線なんかは希望の党を応援してる、割とこう、激しい考え方しますからね。でまあ保守保守言うけど、ある意味その憲法を守るっていう形から言えば、立憲民主党とか共産党が保守的な考え方で、憲法改正しよう憲法改正しようっていう自民党なんかはある意味改革派的な考え方なんだけどもね。だからその保守リベラルって言われてるけど、まあちょっともう時代に合わなくなってきてるなと思いますよね。でじゃあまあリベラル派が北朝鮮がミサイル撃ってきた時何にもしないのかって言ったら、まあ、そうじゃないからね。もう外交とね防衛、これは国家がするものなので、政権与党の担当なんですよ。
外交と防衛はね。で外交と防衛についても自民党がほぼほぼ戦後70年の60年ちょっと自民党が担ってきたんだから、もう自民党の役目なんですよね。だからそれの外交と防衛に関してはその自民党の政策の外交防衛政策の信託になるんですよ。で逆にね、自民党側から言わせると見るとね、言わせるとか自民党サイドからこう思考をこう働かさせるとですね、やはり彼らももうアメリカの言うことだけ言う、今回のトランプみたいなあの大統領になってね、参ったなと、こんなものについていけんどと、はあ、何やあいつ、あの最初はあのトランプは予備選挙の時なんか沖縄米軍は駐留経費がいるから撤退させるとか言ってたでしょ。ところが勉強していくと日本が思いやり予算なんかで、お金をたくさん出してると、あそうだったのかと。で今度は北朝鮮の問題でどん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 過激になっていったでしょ。その北朝鮮と日本韓国なんかの緊張感が高まれば、サードパトリオットが売れるし、イージス・アショアみたいな迎撃ミサイルが売れる。でやっぱりその世界に ICBM 弾道弾の迎撃システムを売っていった方が一番利益が出るんだということが分かってきたら、もう平気で、突っ込んでいくわけですよね。トランプにとってみたら北朝鮮が自爆しようが、あの韓国と日本に雨荒らしてあのミサイル撃ち込んで、あのキム・ジョンウンが自殺しようが関係ないからね。でアメリカはそれで、北朝鮮がもう暴発して韓国日本グアムなんかにミサイルパーって撃って、やったなって、アメリカがポーンと攻めていってドカドカドカってピョンヤン征服して、アメリカがあのイラク駐留軍みたいにですねドカンってあそこにあの突き座ってアメリカの米軍基地を作っていくわけですよ、ね、でロシアと中国の間を断つ、ね、これがアメリカの戦略ですから、新しい。そもう簡単でしょ。あんま考える必要ないやん。自分があのアメリカのタカ派の政治家やったらもうそう考えますよ。トランプが考えることなんて単純、もうあの単純というかあの頭が悪いんじゃなくて、しっかりした理解力に基づいてアメリカと自分の利益を考えた場合はこれという決断をズバッとしてるわけですよ。単純っていうのは非常にシンプルで鋭い直球を投げてくるという意味ですよ。単純っていうのはシンプル、強い、力強い。もうあの私がここで解説している、何度も解説しましたけど、ロシアはシベリア半島サハリンの方から日本に石油とか液化天然ガスのパイプラインを通すっていう案はあのまどろっこしい。それは鈴木宗男もそれをやってきたんだろうけど、もうあの鈴木宗男が今回ねダメになったのも、そういうそのもう北方領土の返還とか北方領土サハリンを通っての、パイプラインの敷設っていうのがもう現実的じゃなくなったからですよ。だからもう鈴木宗男にソ連からも応援がない、孤立無援だから焦ってあがいて、自民党にすり寄っていって、でやっぱり負けるわけよね。もうあの北海道にパイプラインを通すという構想が頓挫した、もうアメリカがほら北方領土が返還されて、そしたら日本がパイプライン引きますよ、ロシアと協力してパイプライン引きますよって、アメリカが米軍作るからね。日米合同委員会の協定でどこでも日本の領土はどこでも米軍が基地を作ることができるっていうふうになってるから、だからもう実質アメリカにこう睨みを利かされて北方領土返還やっても
パイプラインを敷設できない。だからもうそれは終わったわけです。でそれで今ウラジオストクの方から、ウラジオストクっていうのはその北朝鮮とロシアが一部くっついてるそこの最先端の町ですよね。中国と北朝鮮とロシアがくっついてる3つの国境が一緒になってるポイントがあって、そこのロシア側にある大きな町がウラジオストクで、そのウラジオストクまで、パイプラインを通す計画はできている。でそこから、北朝鮮を経由して、韓国ソウル、そして、釜山を経由して、日本に、対馬で福岡にパイプラインを、海底ケーブルを、海底地中を掘ってね、海底トンネルを作ってパイプラインを通す、まあ、これが、ロシアの一つの目的 でそうなるとウラジオストクからですね、やっぱりその北京の方向を向けて中国にもパイプラインを引きたい。でこれはあのロシアと中国の思惑が一致するわけですよ。ロシアの豊富な石油資源、これを中国は爆発する人口増加に備えてですね、やはり確保したい。これはあのパイプラインで、石油製品、まあ、原油と液化天然ガスが入ってくるとですね、タンカーで今運んでいる韓国と日本はタンカーで中東から割高な石油製品を運んでるんですけど、もう全く単価が違うわけですよね。一回、パイプラインを敷設してしまえば、あとはもうどん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 流れてくるわけですから、全く単価が違う。一つのそのコスト、パイプラインの建設コストをペイしたら、あとはもうボロ儲けになるというところなん でそうするとアメリカはシェールガスオイルで、沸き立った、アメリカの国内需要をですね100年以上満たすことができる、このシェールガスオイル革命でもって、他国にも打って、販路を築きたいと思っているところが、もうロシアのパイプラインだとアメリカのシェールガスオイルも価格競争で全く、歯が立たないわけですよね。まあ、北海道民のおけいちゃんはですね、やっぱりその美しい自然と、あるがままのこの日本の姿でもって、そういうなんていうかな、石油製品に由来する利益が経済復興ではなくてですね、まあ、観光を中心としたロシアと中国と北朝鮮、韓国、日本の関係がもうあと10年も経てば劇的に良くなってますから、おけいちゃんのケーキ屋さんのお店の周りとか非常に国際的な、観光客が増えてきて、ある意味その別荘なんかも売れて、土地の値段も上がるような、今のうちに土地買い占めといた方がいいですよ。あ、違う。まあそういう友好的な極東アジアの安定に基づく、まあ当たり前のごく自然な形のロシア、日中ロ、朝鮮、南北朝鮮、この友好関係が築けた時に北海道は非常に恩恵を受けると、美しい場所ですからね、世界中から人が来ると思いますけどもね、まあ、その時に私も、遊びに行きたいなと思いますけど、その頃にはお金を私も作ってですね、今までお世話になった人にも、義理を返していきたいというふうに思いますからね、よろしくお願いします。まあ、まあ結局今の北朝鮮の問題っていうのは、この何によって起こっているかって言ったら、アメリカの
トランプ政権が誕生したから勃発しているわけですよね。オバマ政権は何だっけ、戦略的忍耐でしたっけ。オバマ政権の8年間は、まあ、ほぼこの北朝鮮問題というのは動きがなかったわけですよね。まあ、イラク問題があったり中東問題にこう全部手を取られて、この極東アジアの問題、北朝鮮の問題というのは全く進展しないまま、まあ、ブッシュ大統領の時もそうですけど、ここ20年ぐらいは、北朝鮮の問題というのはそのヨンピョン島砲撃事件ぐらいのもので、大きなアクションというのはね、他はIAEA ですか、国連原子力機構が査察に入る、まあ、そういうニュースが流れるぐらいのもんで、まあ、キム・ジョンイルからキム・ジョンウンに体制が変わって、だんだんキム・ジョンウンが権利を集中させて実権を握っていく中で大粛清が起きて、だから共産主義っていうのは旧ソ連の、スターリンですか、あの時の赤の粛清、まあ、恐ろしいソ連国内の、ソ連共産党内部の恐ろしい粛清っていうのが起きたんですけど、まあ、日本においても赤軍の浅間山事件とかですね、浅間山荘事件とか、そういうその組織内における粛清があるわけですけど、本当この共産主義のヒエラルキーってのはきついですからね。そこがみんな日本国民は怖いわけですよね。で、日本の共産党は違うよと、まあ、それは分かっているんだけど、こと国政になったらやはり共産党という名前をつけている以上は投票行為に移りませんから、なんぼええこと言うても、なんぼ素晴らしい人物であっても、もう得票数の上限はですね、まあ 30% に、野党統一候補になっても共産党ならば 30% 届くか否かっていうことなんで、もうそこはもう共産党はクールに見つめるべきで、私がさっき言った市民連合なり市民グループに出向する形で、共産党の候補者を市民から生まれてきた候補者と一緒に共産党市民連合を、そしてもうさらに市民グループが寄って、そういう中でコンペティション、事前審査、予備選挙をやってですね、こうその予備選挙で盛り上がったらいいんですよ、ね、ああなったこうなったってね。で、これから来年の参議院選挙、2年後か、来年の自民党総裁選、再来年の参議院選挙に向けてですね、やっぱりその今回の衆議院選挙の反省を生かして、現実的に野党統一候補が必要だと、ならばオリーブの木のような、やはり統一名簿を作るべきだ、その時に野党連携協議に希望は入れない、あれは補完勢力だとか言ってるけど、もうそれはそれを言い出した時点で、はいおしまいね、政権を取るつもりがない人はもうやめましょうと、安倍政権を引きずり、安倍晋三を引きずり下ろして、でそれで終わり、じゃ あの岸田さんやってください、石破さんやってください、でそんな議論があるわけない、ね、安倍政権を引きずり下ろすと一緒にこっちへ政権持ってきて、そこに我々がしっかりと国民の負託に応えて政権を運営しなきゃいけないんだから、政権を運営する重さっていうのは政権批判
とは比べ物にならない、全く比べ物にならない。それはあの自民党の時、まあ、総理大臣を迎えに行ったり、山本裕二の秘書の時にもいろいろやりましたけど、国内で大臣が来たりとかああとかこうとかでやりましたけども、でそのこう物量的な、そしてこうやっぱり責任の重さね、警察とも打ち合わせをして、ホテル関係者とも打ち合わせをして、空港にも行って、で、大臣が来る、迎えに行く、こうするああする、そして、県庁に行く、市役所に行く、各友好団体と調整をする、晩飯はどこだ、空港に送りに行くのはどこだって、もうその、忙しさって言ったら半端じゃないですからね。批判をしてるわけじゃないんだけど、現実に両方やってきたから、政権批判もやって、国会の周りで一人でマイク持って、50人、350人ぐらい集めたのかな、最終的には。その政権批判もやってきた、デモもやってきた。だから そんな、ことと、まあ、実際に選挙に出る出ない、出る重さっていうのもあるんやけど、この政権与党で動くっていうこの重さってまた桁違いに違いますからね、まあ、そういう意味ではあの希望は自民党の補完勢力や言うてね、あっち行けってやってるんなら、あまた政権批判で同じところに居心地のええところで、ある意味もう既得権益化してるからね、共産党のポジションは、まあ、ぬくぬくと自分たちが勝ち組がやったらよろしいやんかと、共産党の中での勝ち組が決めてるんだから、自分たちはそのまんまポジションがね、安泰でいいんでしょうけど、もうそれやったら国民は相手にしませんからね。で、共産党もそういう体制に甘んじるならば、政権批判の政党としての、共産党のそのこれまでの独自のスタイルに甘んじるならば、国民にそれ見透かされますから、なんや共産党は実際に政権を取りに行く国民の負託に応えて、政権の受け皿に国民の本当の信頼を得る気持ちはないじゃないかというふうに国民に見透かされたら、共産党はもうあの本当の小政党で、終わりね、はい、やっぱり国民は今回もですね、野党のごたごたでもってもうどこにも政権を任すところないじゃないかと、自民党にお灸を据えちゃらと、もうそのぐらいのもんやと。だからどのみち安倍政権がこの選挙に勝つんならば、まあそこら辺り、適当に投げるか、もう選挙にいかん、もうそのぐらいの判断しかしてないですから、重い重い決断をしてるわけじゃないんですよね、国民が。これが本当に、政権を自民党から奪って違うグループが政権を取るとなったら、その判断は重いのでね、それに応える重さっていうのはしっかりと我々が身につけなければいけない。今リベラル派と言われる人たちは安倍政権をなじり、自分たちの選挙が失敗したら前原のせいにし、小池百合子のせいにし、俺たちが正しいんだっていう、まあ胃の中の蛙、自分たちが傷を舐め合っているとしか私には考えられない。私もその胃の中の蛙の一人であるし、大きな痛で負った傷を負った仲間なんだけれども、私はそのまま井戸の中で、井戸から出ないカエルになるつもりはないし、傷を舐めてもらって、仲間内で舐め合って傷を舐め合って治そうとも思わない。傷を負ったなら負ったまま井戸の外に出て、さらに傷を負ってもいいから、どっかで のたれ死に死んでもいいから、必ず自分が望む未来をつかみ取るんだ、歩く、
自分が決めた方向に歩いていく。それをやっているのは誰だって言ったら、それは小池百合子であるし、前原であるし、細野豪志であるし、長島であるし、まあ、そういう希望の塔に行った人たちはそういう自分たちではそういう思いを持ってるわけですよ。希望の塔に行った 人たちはね。ただ立憲民主党、共産党ね、今この選挙を戦いを終えて、この人たちのやってきたことは正しい、ね、正しいことをやってきたのになぜ負けるのか、ここなんですよ。正しいことをやってきたのになぜ負けるのか、ね、正しいことをやってきたのに負けるのか、それは勝つための戦いをしてない。正しいことを言って戦う、ね、自分たちを自分を信じて、自分の生きる道を進んでいく、それは野垂れ死にしようが何しても、それは私がやってきたからよくわかる。放送でも言ってきたけど、何度でもトライする、いくらでもやる、累々とした屍の上にそれを乗り越えて、後ろこれから出てくる若者たちが我々の屍を乗り越えていけばいいという言い方でやってきた。確かにやってきた。ただしできるならば、この正しいのために屍の一つとなってね、あの後ろから来る人間に踏み越えてもらうためにわざわざ死にに行くんじゃないか。それは戦いながらどうやったら敵を倒すのか、実際に自分たちが政権を取るのはどうするのかという、そういう勝つための戦いをいかにするのかっていうことは常に模索しなきゃいけないし、実際にもさっき当初見せたように、この立憲と希望でですね、比例を合わせたらもう与党第一党の自民党を超えてるわけですよね。だからもう我々は戦う力はあるんだからね、弾はある。打ち方が下手なわけ、ね、だから野党統一は今回完璧にできなかった、途中で空中分解したから、それは次の選挙に向かったら野党統一を完璧に成し遂げる、あれは当たり前のことじゃない、ね、自民党でも公明党でも維新でもない人たちはこっちの仲間だから、もともと民進党におった人でしょ。裏切り、今日のお題目ですけど、前原小池は裏切り者か、私は裏切り者とは思わない。前原は小池は自分の目指す方向に突き進んで敗れただけ、ね、で、前原と小池に安倍、ぶっ倒してくれって一瞬ね、1日か2日ぐらい思いを託して行った、ダメやった。そうしたら前原と小池をなじるだけなじって人のせいにして、自分たちは立憲民主党、そして共産党、こうやって まともに戦いました、社民党もこうやって戦いましたね、社民党、立憲民主党、共産党以外はね、敵ですって、ね、それはその戦術を取るということは改憲を早める、実際に九条改憲までさせる、敵が狙ってることだからね、考えたら分かるでしょ、ね、今希望の党もまあ維新なんかどうでもいいやけど、国民の中間層もですね、いや九条はいかんけど、まあ都合に合わん憲法なんかは変えてもいいんじゃないのっていうようなことを、まあそれは枝野さんも言ってるわね、うん、現実に憲法自体が社会の制度に合わない、そういうものについては、例えばその今回の安倍、お前自身が国難やろう解散、ね、これについてですね、あまりにもその七条解散であるとか慣例的に行われとかいろいろ言われてるけれども、それは違憲でしょうと、憲法がちょっとあまりにもその
都合よく、政権に都合よく運用されすぎてますよね。そういう部分については改憲議論があってもいいんじゃないかということを枝野さん自身が言ってますよね。ただし私はですよ、私はその議論すら必要ない。僕は憲法っていうのはアンタッチャブルでいいと思う。不魔の大典でいいと思う。残すべきだと思う。パンドラの箱として私はもう触らずに先々まで残す。私はその方がいいと思う。古い古いお寺だって神社だって世界遺産になるんでしょ。ね、憲法9条をなんとまあ古めかしいけれどもこんなに民主的な憲法でもって日本という先進的なしかも平和な国がずっと長いこと営まれている、これが九条っていうのは本当に素晴らしいよねと。世界遺産になればいいと。古めかしくていい、都合悪くていい、古いものを大事に慈しみながら、ね、新しいものをなんとか知恵を絞ってやっていけばいい。私は枝野さんにもここは反対するけど憲法はもう全く触る必要はない。今困っていることはない。安倍がごちゃごちゃ解散してきたら今度こそってもうペロペロ舌なめずるしてよっしゃ来たって言ってやったらええだけのことやから、もうちまいこと言いなやと。あんまりちんまいちんまいもうドスンと構えて、もう救助も下手くれもあるから憲法触らんで、何が困っちゃうって、ね、これだけ国ができちゃうやんか、アメリカについていかなかったらええやろ、日米安保条約返せ、その代わりよ沖縄米軍も排除って言うんならば、ね、自国の、それはここは枝野論と一緒やけども、日米安保条約、地位協定、ね、そういったものに不合理だっていうことを唱えて、沖縄米軍反対って言って帰、グアムまで帰ると私も思う。そうしたら、やっぱりその防衛と外交、この2つの日本柱でもって、この極東アジアの安定を保つ、日本が中国、ロシア、北朝鮮、韓国、台湾、きちんと話をして、まあ、中国と台湾の問題、南北朝鮮の問題、ね、中国の軍事の問題、まあ、こういったものをそのまんま放っとかずに、ね、アメリカにべったりじゃなくてやはり日本が中心となって平和外交をしていく。その時に見てみろと、この9条と、ね、日本は9条でもって戦争はできないんだ、自衛隊は専守防衛だと、まあ、自衛隊を認められるなら9条そのまんまでいいよねと。自衛隊は事実上の防衛組織としてもう機能しているわけですから、いいですか、国があって憲法があるわけでしょ、ね、憲法がないということを想定しても国があったら、ね、敵に攻めて込まれたら守るわけです。それはピュッて何かが飛んできたらまぶたをプッて閉じるでしょ。これと一緒、専守防衛ってのはそういうことだから、えパンってこうやったら 目閉じるでしょ。生態的な生き物としての反応なんです。国としての当たり前の反応が自衛隊なんです、ね、それがあって憲法があるから、じゃあその整合性をどうするか、これはもう憲法を考える以前の日本の国としてある程度の大きさを持って資産もあるし財産もあるし敵に狙われるものもいっぱい持っているから、ね、どんな悪さをしてくるやつもいるかもしれん、警察組織だけでは対抗しきれないテロの問題もあるから、ね、で災害にも自衛隊を当てなきゃいけない、まあ、そういう意味で自然の脅威、外国の脅威、そしてテロの脅威、こういったものに防御する専守防衛の戦力として日本は、正々堂々と保持をする、ね、でもって、憲法の精神に基づいてこの自衛隊を対外的な抗戦としての武力として行使しないと。
これでいいわけですよ。不戦が当たり前やからね。でまあただそれだけじゃなくて、私はこの間朝日新聞に僕が10年近く前に、9年か出た2008年の参議院選挙に出たのかな、その時に朝日新聞に僕が発表したんだけど、この極東アジアに国連の極東アジア部門として、国連が持つ軍隊のように極東アジアで各国が人間を出して出向させて、その国の国籍から離れて国連のレベルで軍隊を作る、そこに日本の自衛隊の隊員、警察の隊員、文官も含めて出向さすのがいいんじゃないか、そうすると合憲的にこの極東アジアで安全を安心、まあ極東アジアの安定を保つための実質軍隊として日本もそこに関与して運営していくことができるんじゃないかと、私はそういうふうに思いますけどもね。まあ、そういう具体的な案をね考えていけばいいと思いますけど、憲法を変えなければならないっていう必要性さらさら感じないですね。で憲法変えて何するの、ね、自民党が今安倍晋三が集団的自衛権の行使って安保法制決めて、で北朝鮮を敵視して、トランプにくっついていって結局どうなりましたね。北朝鮮はアメリカを狙うって言ってたのに、ね、日本はアメリカにくっついて、北朝鮮を敵視する、北朝鮮は日本を敵国と考えざるを得ない、日本の原発を狙う、核弾頭じゃなくて通常弾頭で狙えるからね、核弾頭 ICBM はアメリカを狙う、ね、ただし、ノドンだろう何だろう、そういうミサイルで日本の原発を狙うと、こうなってるわけですよ。ね、それはマスコミは言わんでしょ。いや言うけど、こう単発的にねこうつなげて言うたら、安倍政権がアメリカを追従して北朝鮮を敵視している間にどうなったか、ね、北朝鮮がアメリカに反発したのが日本を狙うと、日本の原発を狙うというふうに変わってきた、それが安倍政権の外交防衛の成果です。敵を作ったっていうのがね、おいと待てよとね、それがそういうことをこうちゃんとこう野党もマスコミにこう乗るように言うていかないかもね。だからそれを言う、まあ、マスコミが上手に切ってるのかどうか知らんけど、言わんね、朝まで生テレビでも何でもええから言うのおるんかな、あんまり全部は見てないけど。小沢さんの国連軍構想は、そうですかね、僕は小沢の本を読んだことないんで、小沢さんも同じことを言ってるんですかね。まあ私はこういうことを、ほら北朝鮮が日本の原発を狙うって言ってるでしょ、だから原発は止めなさいという裁判に打って出ようと思ってんだけどね。まあ今ちょっと準備してますから、まあ前からやるって言ったことをあれもこれもこう抱えたまま積み残してるんで、借金の返済も含めて、とにかくどんどんやっていきたいと思いますね。はい、今日はあと1分ぐらいでおしまいですけども、まあ高知ではね、1区中谷、2区広田さんっていうのは無所属で、立憲民主党系の候補者なんですよね。で1対1だったから勝った。農林水産大臣の山本裕さんは落選した。で中谷源さんのこの一句はね、これは共産党と希望が当たったから、まあ勝てなかったけどもね、まあ
我々はもう勝てる方法はもう見えているということで、また今後とも探っていきましょう。